切れるかわかんないんだけど短いとりあえず着てみてから。いや俺にこれはきついよ。ちょっと前にマミーと姉で着ようと思ったけど、いやマミーと姉で着てよ。いやせっかくだからクータ着て。おーあれだってこれ短いもんだって体育着より短いよ。大丈夫大丈夫、あの長い靴下があるみたいだから。若さ、いやいいのいいの、コスプレってそういうもんだから。それだったらプーさん、はい、着てまーす。プーさんなんか持ってない。はい、こちらに着せまーす。多分女性の XL サイズ。女性よりきついな。 あのそのミッキーマークお尻です。後ろ前反対です。これさあのあれよ何お家でパーティーとかならまだマシよ、うん、知ってる人たちが、知らない人たちが何百人といるところでこの集体を晒すのどうかと思う。大丈夫、いっぱいいるからそういう人が。とりあえずかぶってさあ着れるかな。あ、入ったぞ。上が入るかな。ああ、おおお、あ、あ、入った入った入った。逆じゃない、ん、ないんだよ。そこそこ反対側安全ピンで止めて。寒い。てこれハロウィンだからさ。寒さを惜しまずやると。うん。はい、これつけまーす。もうやだよ。はい、お尻お尻お尻。その上までも伸ばさなくていいんじゃないですか。はい、帽子帽子。そしてそして耳をつける。ピッピッ耳耳をつける。ここか、こっち向いて、ペッ、うん、ここか、ペッ、るちゃん。すぐに着替えてください。こんにちは、こんばんは、クータです。みなです。今日はハロウィンなのでディズニーのダッフィーとシェリーメイの仮装をしてみました。イエーイ、かわいい。足がちょっとごついけどということで、ダッフィーとシェリーメイの仮装をしたので今からあるところへ行っていきたいと思います。行きます、せーの。イエーイ、着きました。12時着きました。イエーイ、イエーイ。
とシェリーメイのコスプレです。かわいい。仕事終わってきたら暗くなっちゃって。そうね、暗くなっちゃったから寒い。じゃあお散歩する感じですね今日は。はい、はい。まったりお散歩します。外国人観光客で。うん。あ、しか。はい。おお、すごい人いる。あ、どの色だ。みたん三人で撮ろう。なんか買う？ポップコーンあるよ、そこに。ポップコーン食べたい人。ミルクティーポップコーンって向こうだよね。場所変わってだよね。ちっちゃい子。ここは何？キャラメル。キャラメル食べる？キャラメルでもいいよ。どうぞお食べください。千葉で使えてある。かわいい。この黒い手誰ですか？動画。うん、動画。うん、動画。うん、おいしい。このテンション低い動画やめて、本当に。なんか 言って視聴者さんに言いたいやつ。視聴者が言う、うん、ポップ
つほんとさテンション低いやつさほんとボケーっとしてさカメラ映ってても何の意味もないんだけど他のスポット行こうよカメラ回るとさ、うん、意識するよねいやしなくていいから静止画が好き静止画が好きだってさ普通のさ生活ではさ、うん、うちらさめっちゃずっと爆笑してんじゃんそうだよだからそれをさ普通にやればいいのよ次買っていい危ない危ないやだー携帯忘れるわかりやすいからわかりやすいからわかりやすいからはいまま。じゃあどっち方面行くいやちょどこでもいいあお腹空いてるうんじゃあもう食べに行くうんうんじゃあダフィーのあそこ見てるっちゃあーるちゃ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 んこっち前あれ撮ってたん、うん、でもさっきよりマシじゃないこっちの方がうんいやだけどちょっと待ったけど帰るかマキー&クチュリーからのみちりみちりあ、じゃあ私こいつ役やるわんこの声ピタワーハハハハ両方アヒルかいミルクティーここだよミルクチョコレートになってるほんとだーいいじゃんいいじゃんいいじゃん食べてみたらダッフィーあ、ダッフィーかわいいね買っちゃうあバケットうんこのバケット買っちゃうーうんかなめちゃくちゃ可愛いので買っちゃおうかなポップコーンバケットはい、中身も入れてますはい、今が入ってますねちょっと嬉しいかな、私ねはい、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 来たThank you.
だ。クックオフに入ります。またここでハンバーガーってっかな。シェリーメイが食べるそうです。ここはハンバーガーが売ってます。どこどこでもいいよ。時間です。今日のご飯はさっきのハンバーガーです。テンション高めでお願いします。ディズニー楽しいですか？楽しいね。ディズニーはいつ来てます。うん。BGM に声が負けちゃうよ。いいですか？うまっ。うんうん、いい感じ。豚も、ダッフィーに囲まれて幸せ。かわいいね。ダッフィー。ダッフィー、ダッフィー。シェリーメイ、シェリーメイ。あ、ダッフィー。ダッフィー。ハロー、ダッフィー。あー、この曲を聴いてまったりしてるだけで幸せ。ここで寝てるだけでいい。うん。今日は31日に来ちゃいました。結構空いてるね。うん、もう当日ってさ、すくんだよね。だからいつもクリスマスも25とかに来ちゃって、うん、意外と空いてんだよ。うん、うん、当日がすくんだよ。そうそうそう、ちょっとね、みんな家とかのさ、うん、やったりもするじゃん、うん、あと他にもいろんなね、うん、イベントがね、うん、そういうとこ行く人いいから。渋谷の方が多いんじゃん。今日ね。うん、渋谷もラストなんだって。
そう、うん。だから本当は渋谷行っちゃおうかなと思ったんだけど、ちょっとあんまりね変なのいっぱい写ったら嫌だなと思って。なんかに巻き込まれても嫌ですよ。地獄と天国の差だね。可愛くて美味しい。最高なり。たまったり。紅茶が二つ抱えてんの可愛い。女の子が可愛いのは当たり前じゃん。みたん可愛い。その髪ピンクにしておいてよかったね。ね、本当にね。ね、ブルーのままじゃさ、ね、似合ってなかったよね。
いじゃん。Yeah.